付けペン。上から2番目がガラスペン。下はペン先を取り付けていないペン軸とペン先。付けペンはペン先にインクを付けながら筆記、描画に用いるペン。インク自体の表面張力及び粘性によって少量のインクをペン先の一部に保持し、そこから毛管現象を利用して微量のインクを紙などの筆記、描画面に導く構造を持つものが多い。 元来ペンといえば古典的な羽ペンのように付けペンのことを指すものである。しかし万年筆やボールペンなどのように内部にインク格納部を持ち頻繁にペン先にインクを付ける必要のないペンが普及したため今日ではレトロニムとして付けペンと突起するようになった。今日では頻繁にペン先にインクを付けなければならない煩わしさから 一般の筆記用に用いられることはほとんどなく様々なペン先の特性によって描線の効果を期待する描画。例えば漫画作品のペン入れや美術作品としてのペンが生物学の分類学における非サイズの描画などに用いるのが一般的である。また、墨汁などのボールペンや万年筆に入れて用いることができないインクを使用しなければならない場面にも用いられる。 ほとんどの付けペンはペン先とペン軸とに分かれていて、それぞれを特性や好みで選択し、組み合わせるのが普通である。ガラスペンはペン先とペン軸が一体化したものが多く、丸ペンは専用のペン軸があるが、それ以外のほとんどの金属製ペン先とペン軸は互換性がある。インクは購入したインク瓶を機上に置いて、それをそのまま利用する場合と、机などに埋め込んだ容器など、 専用のインク入れに移して使う場合がある。昭和40年代初頭までは銀行や郵便局には一般的に振込用紙の記入用にはボールペンではなくインクツボと付けペンがセットで備えられていた。もともと英字を書くのに使われたペンである。主な特色は柔らかいことでこの柔らかさは強弱をつけやすいものとなっている。迫力が出やすいため漫画 特に劇画に利用されることになった。練習を重ねればどんな線でも描けるようになるので、このペンだけで輪郭から細部まで全ての描写をしてしまう漫画家もいる。本来はマッピングペンと呼び、地図の投稿線を描くために利用されていた。写真家の左から3番目。日本では丸ペンと呼ばれ、ペン画や図面を描くのに利用される。メーカーによってペンの硬さや線の細さ、 使い心地等が微妙に違う。ペンは A、E がある。細い線が描け、強弱もつけることができるので、G ペンとともに漫画を描くのにも広く利用されている。体毛の先端が細くなる様を容易に描けるため、昆虫の分類学における、非サイズの描画にも欠かせない。日光ペンと立川の丸ペンは、現在、鋼の種類、作業工程、焼き温度、 焼き生し温度すべてが同一である。そのため、刻印以外はほとんど差異がない。日本で大きい長棒用に開発された。G ペンとほぼ同じ形をしているが、側面の切り込みがなく、線が G ペンよりも細く硬い傾向にある。形状からスプーンペン、玉ペン、サジペンとも呼ばれる。英字の筆記用に作られたペン。G ペンより硬めで、線に抑揚がつきにくい。 漫画を描くのにも利用される。日本では漢字や仮名を筆記しやすいように、高素材にスズメッキを使用し表面を半光沢にしたものもある。日本字が書きやすいようにカブラペンを特化させたもの、独特の形をしている。カブラペンよりしなやかな線が出せる反面、強い弾力性には欠ける。ありがとうございます。